ニューヨークピラティスビデオポッドキャスト、キャサリンです。キャンベリーです。今日のエクササイズは、フォームローラーを使ってトータップスです。まず、最初にフォームローラーの上に座って、そしてゆっくり仰向けに寝てください。必ず頭がフォームローラーの上に乗せてください。そして、骨盤がニュートラルから腹筋を使ってサポートポジションを作って、片足ずつをテーブルトップに持ち上げてください。フォームロールが不安定ですので、腹筋にもう少し働かなくてはいけません。ヒントは、腕がもう少し幅広くすると簡単になります。もう少し狭くすると難しい。そして肘で支えるのが一番難しいです。では始まりましょう。息を吸って準備、そして吐いて左足はつま先を床にタッチして、そして戻ります。吐いて左足をタッチして、吸って戻ります。吐いて、できるだけフォームロールを動かさないように頑張ってください。吐いて、吸って、あと1回ずつ、必ず肩の方に緊張しないでください。吐いて、吸って、はい、そして終わったら片足ずつを下ろして、そしてゆっくりと安全にフォームロールから降りてください。降りるのは正しいのかな。まあ、一応に降りましょう。はい、それはフォームローラーを使ってトータップスでした。もし私たちのニューヨークスタジオピラティスオンフィフか、私たちの養成コースか、商品について興味がありましたら、www.pilatesonfifth.com までお問い合わせください。バイバイ。